どうもラオチンです。本日も妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はクロウニと戦うんだけども、こういうパーティーで行ってみようと思います。はい、コマさん、コマジロウ、笑うつぼ、西洋館、シワクちゃん、トラジロウですね。全員のレベルが60以下です。60以下でクロウニとやり合ってみましょう。多分勝てる、多分勝てる。なぜかっていうと、やっぱ笑うツボだよね。こいつは多分最初やられるのよ、間違いなく。ガードする前は。でも生き返ってきてガードしてしまえば、まあやられることはないと思うんで大丈夫。あとは、コマさん、コマジロで攻撃をして、倒してくれるはずでしょう。はい、コマさん、コマジロは、アウンっていうスキルで、横にそのキャラクターがいると、揚力や力が大アップします。めちゃくちゃ強くなるんだよね。そして、シワクちゃん、避けることができなくなる。どうしてもスピードの関係で、攻撃を避けられやすいので、必中にしてます。はい。で、装備はもちろん、目出し帽、ガードの秘跡だね。はい、これで、行ってみるよ。赤鬼がいたね。そうか。まあまあ、一回ちょっと、どんな感じなのか、様子を見てみようか。まあまあ、食らうよね。食らうけども、ガードしてしまえばいい。で、横の西洋館で、ああ、いた！回復はするからね。一回ガードすればいいのよ。ほらほらほら。こうしてしまえば、スピードがね、コマさん、コマジロ若干低いんだけども、あ、全然耐えれる。で、攻撃は必中なんで、いけるね。で、回復1個で、おお、完全回復するし、魚介じゃなかったっけ？あ、これは余裕だわ。余裕でいける。はい。まあまあまあ。まあ、必殺技を見てみようか。必殺技。ああ、そうか。これは、他に行くんだったな。いいです、いいです。オッケー。この感じで、クロウニも行きましょう。よし、クロウニ、来ました。まあ、最初は、やられるけども、さっきの赤鬼と同じく、回復して、ガードさせます。行くぞ！なんで？ちょっと待って。なんで？ちょっと待て。装備ちゃんとしてるよね。あ、装備してなかったかもしんない。まあ、ごめん。ちょっと待って。やり直す。あれ、ちゃんと装備してたっぽいんだよな。まあいいや、今回はちゃんとしてます。目出し帽、ガードの秘跡。だね、目出し帽で、これで攻撃を受けにくくなるんだね。敵から狙われにくくなる。間違いないね。よし。いけ。まあ、もしかしてさっきは、してなかったのかな？まあ、行きましょう。笑うツボがガード、まず。やっぱりなんで？おかしいぞ。どういうことだ？ちょっと待って、目出し帽が、意味がない。わけがわからないぞ。なんでだろう？なんでだ？この目出し帽はレベル99じゃないと意味がない。いやいや、赤鬼では意味があったから、違う。クロウニは、なんだ？あ、でも、コマジロを狙ってコマさん狙ったよね。で、笑うつぼに行ったから、どういう仕組み？とりあえずレベルをさ、全員60で固定しようか。レベル低いやつを最初狙ったのかな？どうなんだろう。一回ちょっと、レベルを、固定してみましょう。おかしいぞ、これは。
確実におかしい。あ、危ねえ、コマさんレベル上げようとした。進化しない。はい。で、笑うツボも、上げました。オッケーね。60、なりました。レベルかな？まあいいや。行ってみよう。意味がわからない。行くぞ。なんでだ。コマジロとコバさん嫌われてる？なんでだ。ちょっと一回立て直してみようか。笑うツボがガードしてて、これで多分、耐えていけるから、いやー厳しいか。あ、こりゃ厳しいわ。こりゃ厳しい。なんとかね、復活ができればいいんだけど。オッケー、ここで一回復活させてみよう。コマさん。いや、無理だわ。これ無理だ。なんでだ。あれからね、3回ぐらい挑戦したけども、やっぱり無理なんだよな。無理。虎次郎と駒次郎を交代してやったけども、やっぱりね、笑うツボには攻撃してくれないんだよね。レベルでもないし、装備でもない。なんだ？意味がわかんないですけども、多分、クロニーはレベル99じゃないと、どうしても、攻撃をしてくるんだろうね。多分、99とか、なんか、まあ、レベルが低い状態で、目出し帽を装備しても、なんか意味がないっぽいです。はい。ちょっと注意してください。初めて知った。知ってた人も多いかもしれないね。はい。すいません。今日は苦労に挑戦しようと思ったんだけども、なんか意外な感じを見つけてしまいました。はい。行く人、注意してください。中途半端なレベルだと、やられてしまいますので、注意をお願いします。ということで、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。